皆さんこんにちは。昨日は、動画を本当にたくさんの方に見ていただいて、本当に感謝しております。ありがとうございました。今までにないぐらいのコメントをいただいて、それから SNS の方でもたくさん、メッセージいただいたりとか、励ましのね、オリジナル画像だったり、動画だったりを送ってくださった皆様、本当にありがとうございました。一人一人にお返事ができないので、今こうして、皆さんにねお礼が言えればと思って、動画を撮っております。でポーちゃんはいつもと変わらずとっても元気です。嫁とかねお友達に囲まれて今は、くつろいでおります。そして私なんですけど、私はねちょっとあの時本当に、申し訳なかったんですが、ちょっとねがんっていうのを宣告されたばかりで、少しね、パニックの状態の中で、動画を撮影しておりましたので、ちょっとね泣いてしまったり、情緒不安定な感じになってしまって、皆さんを本当に心配させてしまいました。今はもう気をね入れ替えて、ポーちゃんとね一緒に頑張っているので、大丈夫です。私もメソメソしてないです。前を向いて、最後までポーちゃんを悪さするのがね消えてくれるまで、精一杯ポーちゃんをサポートして頑張っていきたいと思います。今はねもう元気なので、皆さん安心してください。こうしてね考えてみると、少なからず少しのね影響力があるんだなって思ったら、この後もポーちゃんのね病気が治るまでに、同じ病気をねしたワンちゃんとかにね少しでも役に立てるような、情報を与えたりとかね、そういう風に、していけたらいいなとも思っています。少しね落ち着いたら、そんなこともね、ちゃんと情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。そして、昨日のプレミアム配信、私はねちょっと一緒に見ることができませんでしたが、後で全部チャット、それからコメントを全部読ませていただきました。本当にたくさんのメッセージコメントありがとうございます。そして、スーパーチャット投げてくださった方、直接お礼が言えなくて本当に申し訳ございません。すべてのね、方のスーパーチャットを確認して読ませていただきました。本当に、ポーちゃんのためにありがとうございます。スーパーチャットでいただいたお金はすべて、ポーちゃんのサポート、それから、医療費だったりとか、これからねかかってくる医療費にも、手術のねお金に、使わせていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さんね、あまり心配しなくて大丈夫です。一番頑張らなきゃいけないのはポーちゃんなんですが、私もねポーちゃんをしっかりサポートしていけるように頑張りますので、一緒に応援の方よろしくお願いいたします。今ねちょっと一発撮りで撮ってるので、お話がねいつもと変わらず、伝わりづらいかと思うんですけど、すいません、このままね一発撮りで撮らせていただきます。今日はね2021年、8月の8日ということで、なんとねライオンズゲートという日だそうです。一粒万倍日、それから新月が被っているミラクル日ということで、もともとあまりねスピリチュアル的なものにはあまりこう関心がなかったというか、あまりね知識も全然ないんですけど、今日はねお願い事が叶いやすい日、それから届きやすい日みたいなんですね。なので、私は今日ノートにぎっしり、お願い事を書いて、いっぱいお願い事をします。22時、51分からかな、
新月がスタートするのかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。そこからね、お願い事をすると叶いやすいようなので、皆さんもぜひ、何かね、もし願い事があったらね、お願いしてみてください。私もしてました。それから、何かを始めるととってもいい日みたいです。なので私は、ポーちゃんのお守りを作って、今ポーちゃんのねショップで売っているすずりのショップでお守りを今日、10時51分に、発売しようかなと思います。そして自分で買ってお守りとして身につけておこうかなって、今日一生懸命、そんな作業をしていました。もしなんか、どこかで落ち込んでる方がいらっしゃったり、何かね願い事があったりとかしたら、する人がいたとしたら、ちょっとこの情報を皆さんに、お伝えしておこうかなと思った次第でございます。ということでね、ポーちゃんもとっても変わらず元気です。で今は先日病院に行ってエコーとか腹部エコーとかねレントゲンとかを取って、内臓に転移がないか、調べていただいて、その結果が出るのが多分週明けちょっとぐらいなので、そこで転移していなかったら手術の日が決まります。はい、なので、ポーちゃんの手術が決まったり何かしらねまた分かったことがあったら、皆さんにも随時ご報告していこうと思います。編集とかはできないんですけど、私のこの説明でね伝わるかどうかとても不安なんですが、こういう一発撮りのね動画になってしまいましたが、動画なり、ライブなりでねご報告させていただきます。皆さん、心配しないでください。私は大丈夫です。そしてねたくさんのパワーと力を本当にありがとうございます。ポーちゃんに伝わってます。ポーちゃんは頑張るよって、ポーちゃん頑張るよっていい子なー、いい子なーね、飼い主が元気じゃないとね私も大丈夫です。皆さん本当に、たくさんの愛をありがとうございます。そして、ポーちゃん以外にもねたくさん戦って頑張っているワンちゃんたちも、いますよね。一緒に頑張りましょう。私も頑張ります。そしてね皆さん、これからもポーちゃんを応援よろしくお願いいたします。はい、ということでこんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。最後にねちょっとだけムービーを流して終わりにしたいと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ぽーちゃん、ぽーちゃん、みんなが頑張ってって応援してくれてるよ。頑張ろうね。みんなにありがとうってはいはい、山さんね、頑張ろう、さようちに、はい、次ちゃんは何だか分かってないと思うんですけど、みんなの温かいコメント本当にありがとうございます。ぽちゃんお座りして。あら、いこちゃん、ぽっちゃん頑張ろうね。みんなにありがとう言って。ありがとう、僕頑張りますね、頑張るよって。またみんな遊んでねー